さてここでベスト3ご覧いただく前にですね、はい、惜しくもランキングから外れてしまった試合でご紹介しないわけにはいかない名試合をここでご紹介しようと思います。いい試合ですねこれね、はい、3試合厳選しました。ご覧いただきましょう。まずはこの試合になります WBC、WBA 世界ミニマム級の王座統一戦ですね。リカルド・ロペス対ロセンド・アルバレス、これは8ヶ月ぶりのリマッチということになります。ですからこの時点でアルバレスは前 WBA チャンピオンということになりました。アルバレスが規定の体重を作れなかったためタイトルは剥奪になっています。でも条件的にはロペスが勝った場合のみタイトルは統一ということになります。いやー浜さん、はい、このロペスが第一戦で生涯初のダウンを喫してるんですよね。いやー本当に1回転するダウンでしたから ね、それにはびっくりしましたね。まあやっぱり、考えて2戦目は出てきましたね。そうですね。まあなんとこれが防衛回数で言いますと22度目の防衛戦ということになります。ロペス白のトランクス、残念ながらランキングには入りませんでしたが、さて、続いては IBF 世界ウェルター級のタイトルマッチ、トリニダード対ウィテカーです。この試合は2月の20日に行われましてオンエアは4月でした。青のトランクスがパーネル・ウィテカーです。小泉さん、この試合もなかなか、何かこうプロ好みのクロート好みの試合でしたよね。まあウィテカーがですね、その調子がですね、デラホヤと戦った時とはその確かに下り坂かもしれませんけれど、はい、まあこのサウスポー、変幻時代のサウスポー相手にですね、トリニダードがうまく戦いました ね、 そうですね。その技術の高さっていうのも見せましたし、それでダウンシーンに見られたようにですね、パンチの強さ、的確さっていうのも見せたと思います。一方ウィテカーもですね、その姿勢に陥りながらもやはり持ち味生かしてですね、この試合終わりまで持っていきましたよね、はい、これで13度目の防衛に成功です。トリニダード。そして3つ目は全米 IBF インターコンチネンタルヘビー級タイトルマッチです。世界タイトルマッチではないんですが、これをご覧いただきたいと思います。ラクマン対トゥアーです。まあ、若手のホープ同士のヘビー級対決だったんですけど、まあ、ラクマンの方がですね、やや押してたような感じがしたんですよね、はい、ところがですね、やはりパンチが強いというのは大きいですね。そうですね、このまあ、ある意味で逆転系をしましたよ ね、 ねトゥアーが攻め込んでいます。浜さん、トゥアーのパンチ力というのは増してるようですね。いやこれだけ馬力つくとは、まあ、出た頃は思わなかったですけど ね、まあ、実際私はこの試合ベスト10に入れたんですけどね。ああそうですか。まあ、入れなかったのは残念ですけどねちょっと浜田さんおかしいなというところですね。確かにこれは素晴らしい面白い試合でした。はい、という具合に今どれを見とってもね、特にトゥアーなんかこの試合で、あ、トゥアーまた頑張ってきたなという印象を持ちましたからね、どれも入ってもおかしくないという3試合ご覧いただきました。まだまだでもあるんですけども、はい、時間もありますので3つの試合ということになりましたが、浜さんどうですか、はい、3つ通してみて。まあ、やっぱりトリニダードのトリニダードを置いたからも入れたかったんですね。ただトリニダードはデラホエと出ましたから、ああですから、まあ、ただ外したということだけで、まあ、やっぱりベスト10に絞るのは難しかったですね。そうですよね。小泉さんどうですか。まあ、リカルド・ロペスですね。まあ、精密機械とかいう異名で知られてますけれど、はい、この試合に関してはですね、リカルド・ロペスの精神力の強さ、勝つんだ勝ちたいんだっていう、そういうファイティングスピリットの面を見ましたね。だからそういう意味でですね、やはりその、まあ、これロペスが勝って王座統一したわけですけれど、はいはい、そういう意味でですね、やはりそのボクサーっていうのはですね、精神力っていうのは大事なんだな、技術、パンチ力、そういうその身体的要素も大事ですけれど、うん、その心っていうのが大事なんだなっていう感じがしましたね。なかなかね、その名勝負の裏にはいろいろこう奥がね、深いものありますよね。うん。